宮城のブランド米笹錦が今年誕生から60年を迎えます。 JA グループ宮城ではこれを記念し、新しいロゴマークを発表しました。笹錦の新しいロゴマークはこちらです。優しいカラーリングで笹錦の上品な味を表現したということです。青葉区で行われた新ロゴマークの発表会では、5つの候補の中から大阪市のデザイナー諏訪絵里奈さんが考案したロゴがウェブによる投票で最多得票の9454票中2866票を獲得し、最優秀賞に選ばれました。少しでも笹錦が多くの人に知ってもらえるような、口にしてもらえるようなきっかけになるロゴになると嬉しいです。この度はありがとうございました。笹錦は1963年、初錦と笹しぐれを掛け合わせ誕生しました。1980年代には県内で8割以上の作付けを誇りましたが、冷害に弱いことなどから去年は1割以下の作付けにとどまっています。県内で生産をしっかりとして多くの方に食べていただく、その60周年のこの記念にこのロゴマークと一緒にですね、新しい笹錦の思いをお伝えていきたい。新しいロゴマークは今年の新米から使用されます。